おはようございます。始まりました。むけチャンネルです。今回はですね、まあ、予備高校生になるのは勧められないというですね、安越先生のですね、言葉をですね、ちょっと借りてですね、話をしていきたいと思います。いわゆる予備校バブル期ですね、予備校の最盛期というか、まあ、90年代の初めから半ばぐらいですかね、その頃にもう最強のですね、そういったバブル期があったんですけど、その頃をまあ見てきたですね、安越先生、そこからまだ生き残っているんです、ね、この安越先生に、どんな感じだったのか、その頃の予備高校生ですねっていうのをちょっと聞いてみたんですけども、まあ面白かったですね、でやっぱり言ってたのが、ほとんどは失敗すると、ほぼほぼ成功する予備高校生なんかいないっていうふうに言ってました。まあ自分自身はそこに憧れて入ったんですけど、そうなんですよそうなんですよ。だからドーンと成功する、ダメだったらドーンとなってしまうっていう、そういうジェットコースターみたいなんですね、そういう仕事に就きたいと思ってたんで、ちっちゃい頃から、なので、そこに、憧れて入ってきたんですけども、やっぱりすごく大成功した人たちでもですね、最後はドーンとなるっていうですね、こうなってしまうっていうのが、結構ですね、オチだったと。まあだからこう上がらない人も当然いるじゃないですか。ドーンと上に行かないでそのまま行く人もいるんですけど、ドーンと行ってガンとなる人がですね、いっぱいいたと言ってました。で、当時のその頃の予備高校生だったら誰でも知っていた表現が貧乏農場っていうらしいです。ですね。で、貧乏農場っていうのは、僕知らなかったんで何ですかって言ったら、人生ゲームらしいんですよ。で、人生ゲームって、なんか最後のところでその天国に行くか、で今はなんか開拓地っていうんですかね、言われてるって言ってました。なんか差別用語的なものだから貧乏の城みたいな形で変わってるって言ってたんですけど、そのどちらかに行くようになるんですよ。貧乏農場に行っちゃうと、すごいこの人生ゲームでこうやってお金をものすごく稼いでいても、最後にそこでドーンとですね、奈落の底にですね、突き落とされてしまうっていう、そういう現象が起こったりする、らしいんですね。だから予備高校生はこれになりやすかったと。成功した予備高校生たちっていうのは、こういった風にその最後のところでスタンっていってしまう人がすごく多かったって言ってましたね。なんて言ってもですね、バブル期にですね、使うお金がやっぱ半端じゃなかったらしいですね。銀座に行ってですね、1日に100万使うとかっていうのもやっぱりいたっていうのが予備高校生ですね。で、他にもですね、まあいろんな団体に、寄付をしてですね、そこの団体にこう寄付をすることによって、ちょっと名前出せないですけど、寄付をすることによって、みんなから、まあそこにいるスターみたいな人たちから、ああ、先生、先生みたいな感じですね、こう言われるっていうのに、結構、それを喜んじゃって、そこに寄付しまくっちゃって、最終的に、借金ばっかりして、消えていった先生とかですね、そういう話をしていました、ね、いると。で、90年代ってですね、もうこれはいいですよね、もう90年代過ぎた話ですから、多分していいと思うんですけど、インチキ講師が山ほどいたわけですよですね。なんていうか、まあ、今だとなんか実力派講師となんかこう喋りみたいなの言われますけど、もうその喋りとかのレベルじゃなくて、もう超インチキみたいなんですね、講師が山ほどいたんですよ、人気講師の中に。いわゆる選択肢を見てですね、それで答えを出すとか、こうやってやれば解けるとかいう裏技ですね、みたいなのを教える人が山ほどいたわけですね。それがものすごい上のレベルにいたわけですね。しかし、当然時が経ってくればですね、それがインチキだってことがバレてくるわけですね。当然ですね、そんなことやったって合格できないわけですよ。実力もつかないで、ただただ裏技的なんですね、選択肢の見方、切り方とかっていうので、やっていってしまうので、受講者がですね、ピーク時からドンといなくなるわけですよ。でもこのドンといなくなる時にですね、いわゆるすごい浪費してるわけじゃないですか。ものすごくお金を使ってしまっているので、この生活を変えられないために、そのまま一気に借金地獄に陥るっていうですね、こういったことが良かったって言ってましたね。まあ、とにかく使いすぎだったって言ってましたね、お金を。で、安越先生はそれをなんかもう反面教師として見ていて、それをしないっていうのをですね、誓ってですね、豪遊とかをしてこなかったって言ってましたね。なんでまあすごかったらしいですね。で、土地とか株とかですね、に大量に使う。で、まあその飲み会とか、あとは女性がやっぱりすごかったって言ってましたね。女性に貢いでしまう、利用されちゃうとか、そういう事件が非常に多かったと言っていましたね。そういったことがあって、かなりの人がですね、追われてしまったって言って
きまして、まあだからあのなんかまあね、ある意味今の方は当然女性問題に関しては厳しいですけど、ですね、昔よりは、ね、この厳しいんですけど、いわゆる貢ぐっていうのがやっぱすごかったらしいですね。そこのそれで、かなりの人がですね、その最後のところで逆転されてしまうというか、うまくいかなかったっていうことがあったらしいですね。まあ、逆に勝ち逃げした人もやっぱりいるとは言ってました。まあ、起業家になったりとかですね、そういった形になって、うまく抜けた人もいました。あとは勝ちとも負けとも言えない人もいたって言ってましたね。勝ち負けか分かんないのはもうだからほぼ首状態だけども、すごくいい状態で首になった人ですね、っていうのはすごく、いわゆるこのものすごく稼いでいて首になるけど、この稼いだ状態のまま、いわゆるこうなってから首じゃなくてですね、この状況で首になったっていう人もいたって言ってましたね。これはまあ勝ちとも負けとも言えない、まあその稼いだのをちゃんともしその浪費せずにそのままいたらですね、まあうまく暮らしていけただろうとは言っていましたね。はい、でまあその後分かんないので、その首になっちゃった後っていうのは連絡もない、取ってないって言ってましたんで分かんない。なんでこういったタイプがいたって言ってましたね。で、だからこのただ割合的には上がって勝ち逃げする人っていうのがほとんどいない。で、上がって下がる前にクビになって、うまくいけた、うまく逃げたみたいですね。うまく逃げたというか、下がる前にやめたというか、クビにされちゃったっていう人。これもまたごく少数ですね。すごく少数で、ほとんどがこうなったって言ってましたね。ほとんどがこうやって、ジューンって言ったんですね。だからまあ憧れちゃう人すごく多いんですけど、この業界ですね、そういった業界だと思ってください。非常に危険な、業界ですので、こういったものはですね、なるべくそうですね、憧れない方が一応いいとは思っていますね。まあ今バブル期みたいにこうなれないですから、もうですね、なので、大変な世界ではありますので、予備校講師ですね、目指す方はお気をつけください。こういったものがあるんだっていうのをぜひ知っておいて、その上でですね、目指してもらえればなと思いますけどね。あとはあれですね、もともと家がお金持ちで、それでどうなってもいいみたいな人もいたって言ってましたね。まあ現在もいますね、そういう人がね。もともとお家がすごい裕福だから、すごい成功しても失敗しても、結局別にですね、こうなったけど、別に暮らしていけてるとかっていうですね、人もいました。いいですね、それね、羨ましいと思いますけどね。はい、こんな感じでした。まあ、参考にぜひしていただければなと思いますね。Keep watching。はい、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.